できるだけ美味しいものを作って、来てくれるようにお待ちしてます。よろしく。オープンはね、2017年の5月。いや、結局資金がなかったからさ、この店の中の材料こうなんで買って45日かけてこの中全て自分で作った。でカウンターからテーブルからもう何から何まで、ここが壁だったからそこ全部自分でノコギリでこうやって抜いて、こっち側が寝床みたいになってたんだから、こっからそっちが床屋さんだった。で3席あったのを外して自分で全部作った。1人なし、何にもなし。ただやれる自信はあったよね。誰も手伝ってくれなかったから、まあラーメン専門店だからさ、ご飯類とかやってないから、ラーメン1杯で満足してもらいたいっていうことで、全部の麺が普通は 120g ぐらいだけどうちは150でやってると、大体麺1杯でね満足してくれるから。学生だから100円で大盛りにすると大体普通のラーメン屋さんの倍入っちゃうから、それで十分だと思うからね、俺もともと焼肉屋だったから、そこのテーブルで換気扇作ってあるでしょ、あれで美味しかったからさ、俺の焼肉食べたいっていうお客さんだけに1人3500円でお肉だけ焼肉やってお酒飲みながらね、3日ぐらい前に焼き入れてもらえればその分のお肉は用意する。あと飲み物から何から別料金。一元さんでも予約くれればね、やる。朝ね7時から9時っていう時間やってるんだけど、このお店作ってる時に周りのね、タクシーの運転手さんから朝やってくんないかって要望があって、それで朝最初6時からやってたんだけど、それも無理になって7時からになっちゃった。だから朝結構お客さんある。結局ほらスープ作るのにさ、朝結構早くやんないとお昼に間に合わないから、じゃあ自分がここにいるんだから、飲んでてもいいよって感じだよね。もうとにかく一人でやってるから、もうそっちお客さんが全部セルフ、飲み物は自分で出してきて、自分でコップ持ってきて、自分でビールあげて、全部オールセルフ。ほで伝票はもう食べ物しかつけないから、飲んだものはほらもうそのまんまにしといてもらって、数数えるだけ。